対するリリキが先発。しかし立ち上がりからピリッとしません。3回にはランナー2人を置いて甘いストレートをディアズにバックスクリーン右へ運ばれます。今日は全然ダメ、納得できる球が一つもないと本人も言っていたように、6回にも青柳にタイムリーを打たれたイリキは結局今日6回を投げて被安打6の5失点。試合後の大木監督はイリキとうなっただけでした。逆にローテーション入りをアピールしたのは関西初お目見えロッテマリーンズの今野。オープン戦初先発で5回を鈴木のホームラン1点に抑え、まずまずの内容。八木澤新監督も今回は彼の持ち味が十分に出てたね、これなら先発で使えると満足側でした。試合はその後もロッテが近鉄のルーキー江坂瀬尾を打ち、9回佐藤幸彦が4番手木下から左中間にとどめのツーランを放つなど9対1で快勝。ロッテオープン戦3勝1敗と好調です。さてこのバファローズの今年の仕上がり具合、 ABC の解説者稲尾さんの目にはどのように映ってるんでしょうか。ご覧ください。稲尾先生です。今年もよろしく。西武の V 達成、これを阻止するのは何と言っても筆頭が近鉄です。しかし西武との差があるのは投手力です。その投手力で今日先発しましたイリキ、ちょっと野もそれか小野、まあ、佐々木は下手投げピッチャーで西武戦にあんまり通用しない第3あるいは第4のピッチャーですから、今日投げましたイリキ、赤堀、この2人をなんとか先発グループにという大木監督の思い、それがこの今日の出来なんですが、やっぱりあの先発回せどうしてもイリキというピッチャーは60球を過ぎると距離が落ちる、先発回ると同チームの力の入れ方がどうしてもこうリリーフの時と違うという感じで失点するんですね。阿波野がやっぱり計算できないという今の状態の中では、そのイリキか赤堀かが先発に回ってくるかどうか、この辺がなんか西武との投手力の差を縮めるポイントになりそうです。今シーズン復活をかける伊藤からオープン戦2本目となる特大のソロホームラン、近鉄が1点を先制します。8回にも1点を追加した近鉄は7回からオープン戦に初登板した小野が外野への打球を1本も許さないピッチングで3回をパーフェクトに抑えます。結局高村小野の完封リレーを見せた近鉄が2対0でヤクルトを下しました。35分の長い試合となりました。投手王国を目指す近鉄、オープン戦のテーマは野も小野に次ぐ先発投手探し。首脳陣の期待を一身に受けて6年目高柳がマウンドに上がりました。7人までが左打者という対応打線に対し無断に滑り出した高柳ですが、3回フォアボールをきっかけに突然乱れ、高橋の三塁打などで3点を奪われました。5回には谷繁にもレフト上段に運ばれノックアウト、セットポジションでの投球に課題を残しました。もう一人の先発候補山崎も7回3番手で登板、こちらもワンアウトを取っただけで2安打2四球2失点と散々の出来で、オープン戦では珍しいイニング途中降板となりました。一方太陽も田辺智美ら4人揃って大乱調、村上の決勝ホームランを含む12安打11四球と首脳陣を投げかせました。内容ゼロやな1週間前のプロアマ戦で2回投げた野もオープン戦は初登板です。立ち上がり先頭の福王をフォークで三振、上々の滑り出しに見えました。しかしコントロールを乱し3回ノーアウトで連続フォアボール、送りバントで2塁3塁となって3番岡崎、ストレートを打たれて1点を失います。6回を投げて三振3つに対してフォアボールは5つ、90球のうち納得いくボールは1つもなかったと言いながらも1点に抑えたところに野茂の成長がうかがえました。一方オープン戦2試合目の桑田、収穫だと言ったのはコースとボールの切れで三振が取れたこと。7回を投げてヒット7本三振5つ失点2と順調な仕上がりでした。守備に不安が見えたのは巨人の一塁原、7回1塁2塁でファーストゴロ、この試合2つ目のエラーでした。試合は3対1で近鉄が勝ちました。翔をはじめ法政大学出身の高村が素晴らしいピッチングを見せました。今日はストレートが走らなかったというものの切れ味鋭いスライダーでジャイアンツ打線を抑えます。とにかく低めにボールを集めたという高村は6イニングを投げて4個のダブルプレーを奪う会心の内容。
これで15イニング連続無失点と開幕ローテーション入りに大きくアピールしました。高村に負けじとドラフト2位神戸製鋼出身の江坂もナイスピッチング。こちらは2イニングで4個の三振を奪うパーフェクトリリーフを見せ、今シーズンバファローズの貴重な戦力となりそうです。一方ジャイアンツ先発の牧原も5回まではポテンヒット1本に抑える完璧な内容でしたが、6回ブライアントに特大の一発を浴びました。このホームランが効いて試合はバファローズが勝っています。スタジアムで行われたロッテ近鉄戦、この試合の注目はオープン戦初先発となった近鉄の小野投手。2桁勝利が期待される小野はディアズから2打席連続の三振を奪うなど、緩急をつけたピッチングで5回を投げて被安打4失点2とまずまずの内容でした。一方ロッテの打線で目を引いたのが5番の愛子。6回にはレフト線への痛烈な二塁打、8回にはライト前ヒットと球筋に逆らわない左右へのバッティングで3安打の猛打賞、好調な仕上がりぶりを見せました。そしてロッテ八木沢監督を大いに満足させたのが3番手で登場した白竹。3回をパーフェクトに抑え試合の方も5対4と近鉄に粘り勝ち。ロッテはオープン戦首位の座を守りました。8対中日の番野もオープン戦2度目のマウンドです。1回から積極的に三振を奪うなど立ち上がりは好調。注目の落合との対決もセカンドゴロに仕留めます。さらに3回の第2打席もライトフライに打ち取るなど今日は野茂に軍配が上がりました。結局野茂は7回を投げ7安打2失点とまずは順調な仕上がり。今年もローテーションの軸は間違いないだけに扇監督も一安心といった様子でした。一方中日は左肘の故障で出遅れていた今中が初先発。立ち上がり硬さが見られ古久保には先制のタイムリーヒットを許します。しかし3回以降は伸びのあるストレートとキレのいいカーブで調子を上げ、6回を5安打1失点に抑えるまずまずの内容、肘の回復も順調のようです。ところで今シーズン復活を目指す近鉄阿波野ですが、8回山口二村に連続ヒットを浴び、さらに矢野には2点タイムリーを打たれるなど1イニングで3失点、こちらは課題を残す内容となってしまいました。外国人選手の出場2人枠をめぐって3人がしのぎを削る近鉄。3回広島先発の足立からこの試合3番に入ったブライアントがタイムリーヒット。ここは2塁を欲張ってアウトになりますが4打数2安打と今日もまずまずの数字を残します。腰痛で3試合ぶりの出場となった4番リード、4回足立のストレートをライトスタンドにオープン戦第3号のソロホームラン。リードは今日4打数3安打の固め打ちで復調をアピールしました。一方新外国人のビーンは8回2アウト満塁のチャンスに代打で登場。しかし空振りの三振、全く当たりが止まってしまいました。4対4の引き分けに終わったこの試合、近鉄の外国人枠はブライアントとリードを印象付けました。信頼回復へもう後がない阿波野、4回2番手で登場しますがピリッとしません。この回セカンドにランナー小早川を置いての牽制球はご覧の通り、進塁こそされなかったものの牽制球にも課題が残されました。今日はボールが全て高めに浮いてしまったという阿波野、この後江藤にレフトフェンス直撃のツーベースを打たれまず1点。さらに5回には今日2安打3打点と大活躍の尾形にライナーでスタンドに運ばれます。一方打つ方では相変わらずブライアントが好調。3回広島の先発長富からオープン戦早くも第5号をレフトスタンドへ。これには扇監督もあいつしか目立っとらんなと苦笑い。近鉄は7回から登板したドラフト2位のルーキー江坂が好投。3回を無失点に抑え同じサウスポーの阿波野と明暗も分けました。試合は長富から前間紀藤とつないだ広島が逃げ切っています。阪神先発の猪俣、先頭バッターの大石にフォアボールとまたもやいつもの自滅病が顔を出します。2番水口は送りバント、ファーストにフォークボールを投げてどうすんねんという送球でピッチャーエラー。3番金村もフォアボールで歩かせてしまいノーアウト満塁。ブライアントを三振に取ったものの鈴木のショートゴロの間に1点を取られます。
しかし近鉄にしてもノーアウト満塁からこの1点だけとは何ともお粗末です。近鉄以上に重い打てない病にかかっている阪神相手に入来が奮闘、抜く球でストライクとボールを投げ分けるという課題の通り、阪神打線をうまく料理していきます。試合開始と同時に降り始めた雨で田植えでもできそうなコンディションでしたが、入来は今日トップバッターで登場し、新規1点を図る八木をファーストゴロに打ち取ると、5回参考記録ながらノーヒットノーランを達成しました。太陽の試合は阪神戦、近鉄の先発野茂は5回を2安打無失点、三塁を踏ませない好投でオープン戦最後の登板を締めくくりました。一方打つ方では主砲ブライアントが阪神のエース野田からオープン戦6号ホームラン、投打に順調な仕上がりを見せた近鉄が3対2で阪神を下しています。ヒットを打たれます。この後エラーで一塁三塁となって4番ブライアント。ここで葛西、キャンプオープン戦を通じてのテーマだったというストレートで三振。葛西は天気が悪いために予定より1回少ない2イニングでしたが、ランナーを出してからのピッチングに安定感があり、開幕投手がますます有力になってきました。一方近鉄の先発はローテーション入りが期待されるルーキー高村。しかし今日はボールが高めに浮きます。2回は3番パチョレックに左中間にツーベースヒット。その後1点を取られて満塁の場面、9番の九里をツーナッシングと追い込みながら押し出しのフォアボール。高村は4回と3分の1を投げてヒット6本、フォアボール4つ、失点6。近鉄投手陣に不安材料となりました。